はい、ではですね、今回は釉薬がけについて、解説しますね。私、磯田耕雲です。よろしくお願いします。教室主催してます。まずはですね、釉薬を今回は、もうどんどんかけていきますね。これ体験の生徒さんの、素焼きしたやつをかけますね。ですね、まず今スポンジ出しましたよね。手を必ず素焼き持つときはちょっと湿らして持ってください。その方が滑らないですね。で、高台のところをつまんでこういう感じで持って、釉薬をかけていくと。最初に中かけて次に外側ですね。で、ちなみにこのかけ方は柄杓掛けですね。これ本来ならズブ掛けって言って、バケツの中にズブッと入れちゃう掛け方もあるんですけど、まあ、今回はカメラにそれだと映んないので、ちょっと柄杓掛けで全部攻めてみます。まず中に釉薬入れて出して、次に外側をかけて、滴を切って、で、置くと。ね、こういう感じですね。はい、次のやつも同じように高台持って中に釉薬を入れて一周しながら外に出して、外側を柄でかけます。よく滴切ってね、置いてくださいね。で、この時必ずちょっとバケツの陰に隠れて見えてないんですけど、スポンジがバケツの下に置いてあって、必ず素焼きを持つ時に一回スポンジで左手の指先ちょっと湿らせますね。その方が滑んないです。これ手乾いてるとつるっといっちゃうんですね。なんで必ずちょっと左手湿らしてから持つようにしましょう。で、中に入れて回転しながら出して、外側を柄でかけていく。滴を切る。ひたすらこれの繰り返しですね。これ全部で何個ぐらいあったかな。1枚の板に十何個ぐらい入ってるから、これ多分ね、左と右に1枚ずつ合計2枚かけるんですけど、20何個はあると思うんですよね。まあ、正確に数えてないんですけどね。もうここからはひたすら、かけてもらいましょう。中に入れて出して、で、外側を一周しながらかけていくと。ね。まあ、かけて、もう一回手を探査して、ちょっと戻ったりとかね。ここら辺は装飾のテクニックなんで、一周してそのまま切ってもいいし、一周かけて、また戻るとかね。いろいろ。この柄杓掛けっていうのは、ちなみに変化が出やすいんですね。ズブ掛けは、均一に釉薬乗るので、変化が出づらいんですけど、この柄杓でかけた時っていうのは、かかったりかかんなかったり、濃かったり薄かったりするところが出るんで、まあ、還元かけると変化が出やすいんですね。なんで、意外と柄杓掛けでやった方が面白い作品にはなりやすいですね。まあ、これ酸化で焼くとそんなに柄杓とズブ掛けの違いってのは出ないんですけど、還元はまあ顕著に出やすいですよね。なんで今回は柄杓掛けなんで、意外と面白いのが出来上がる気がしますね。まあ、かける簡単さで言ったらズブ掛けの方が簡単ですかね。バケツに入れて2、3秒じっとしてるだけなんで、手の動きとか回転がないですからね。まあ、柄杓掛けの方がちょっと手間がかかるというかね、難しくはないんだけど手間がかかる感じですね。
このね、まあ話変わるけど、この動画も、まあ字幕を入れるパターンにするか、こういうふうに音声で解説するか、まあいろいろ今、ちょっと試行錯誤中なんですよね。で、実際にこう顔出してそのまま音声入れてもいいんだけど、陶芸とかの場合は、マイクをピンマイクでつけると作業ができないんですよね。それで、音声が比較的入りづらいので、まあ今こうやって編集しながら自分の動画を見て、声で解説してるんですけど、こっちの方が音声が綺麗に入りやすいですよね。ちなみにソニー製のマイクを手持ちで持って、まあ今動画編集ソフトの前で喋ってるんですけどね。まああれかな、字幕入れるよりは音声の方が楽ですかね。字幕はね、結構大変なんですよ。その都度動きを停止させて、で、G 入れて、で、また次の、ところまで飛ばしてっていう作業なんで、こういうふうに動画を回しながら、解説の音声入れちゃった方が、編集作業としては楽ですね。まあ、一番いいのは、この音声、解説音声プラスして字幕入れるのが一番いいんでしょうけどね。まあ、最終的にはそうなるのかな。テレビなんかだとね、スタッフ、演者の人が喋ってるのを、下で字幕出るとより分かりやすいなんてありますもんね。だから動画もしかりで、やっぱりこうやって喋ってるところのポイントポイントを字幕で入れると、さらに、見ている方の脳裏には焼き付きやすいですよね。まあそうすると手間がかかりすぎちゃって、なかなかこのアップする回数が減る、どっちを取るかですよね。まあ品質の高い動画、クオリティの高いものを提供する代わりに、例えば月に1本とか2本になっちゃう、それを狙うのか、もうとにかくバンバン取ってバンバン出して、もう1週間に2、3本とか出していくのか。まあ、理想は毎日1本って言うけど、毎日1本出すのって相当大変ですよね。これね、皆さん YouTube やったことない人もいると思うんですけど、まあ、ちょっと今度やってほしいんですけど、毎日1本あげるのって本当大変ですよね。まあ、今動画編集しないでスマホで撮影して、そのまんまスマホのアプリで YouTube アップできますから、まあそれでもいいんでしょうけど、カットなしでそのまま出すっていうのもね、まあもちろんこの今皆さんが見ているこの釉薬がけも、ノーカットですね。一気に、最初から最後まで一気に、やってますね。もうなんかこのノーカットの方が面白いですよね。編集して、なんかね、見られちゃまずいところをカットして出すよりもね、まあ失敗してもいいじゃないかと。テレビと違って、そこが YouTube の良さなんじゃないかと。まあそういうふうに思ってるんですよね。まあでも試行錯誤中ですね。今後はカットして出すかもしれないし。カット、このね、動画のカット自体っていうのはね、そんなに難しくないんですよね。まあ、なんで、陶芸の動画を見ながら、動画編集について語ってるんだ、お前みたいなね、そんな声も聞こえてきそうですけど、まあ、この釉薬がけって結構単調なんですよね。まあ、さっきから見てもらってる方も、わかると思うんですけど、基本は、器の中に釉薬入れて出して、で、外側からかけるっていうね、もうひたすらこれの繰り返しです。で、どうやればうまくなるかっていうのをね、これ多分陶芸見てる、動画見てる人は、ほら陶芸好きな人多いでしょうから、そこのコツ知りたいですよね。一言で言うと、数です。数をこなすことね。でね、釉薬がけに関してはね、もうね、テクニックもへったくれもないですね。まあ、とにかく、数をこなして、もうバンバンかける。
で、かけたやつを焼いて、その焼いた焼き具合を見て、あ、もうちょっと今度はズブがけで、まあ、釉薬のかかりが薄かったから、もうちょっとここかけようとか、あるいは、例えば今なんかだと、この外側に一回かけて半回転回してますよね。ちょっと巻き戻しできないから、次のも、多分ね、一回かけて半回転回すんですね。ちょっとよく見てみましょうね。いいですか？スポンジで手を濡らして、中に一回かけの、外に出しの、いいですか？見てください。外側一回回し、一回戻ってますよね、半分。ほら。これテクニックですよ。皆さん、見ました？今の。単純にかけてるだけじゃないんですよ。ここら辺がね、もう長いキャリアの、もう、たまものですよね。見てください。中入れの、これちょっと難しい形だよね。片口がちょっと伸びてるやつね。で、外側にかけの、ここで一回戻る。ほら、半分戻る戻る。そうだ。これで全周戻さないところがミスですよね。いいですか？一回回転させて、一回戻してんじゃないんだよね。一回回転させて、半分から三分の二ぐらい戻すと。そうすると、まあ、ムラができますよね。で、そのムラを楽しむっていうね。あ、これもう終わっちゃうかな。終わっちゃいましたね。話、長いですね。小指、今洗ってますよね。ちょっと終盤に差し掛かり。お？あ、今度は、そっか。釉薬の拭くところも映してんだね。これね、釉薬かけたら、高台が今指さしてますよね。こうやって汚れるんですよね。で、そのまま釜に詰めると、棚板って釜の、まあ、板ですよね。台を汚してしまって、まあ、最悪くっついちゃうんですね。で、意外と釉薬って垂れると、水飴のように、ベターっとくっついて、もう作品も撮るときに追っかけるわ。棚板も汚れるわ。でも、もう大変な目に遭うので、もうそれを避けるために、こうやって一個一個、拭くんですよね。で、特にこういうふうに多くかかっちゃったところは、爪でちょっと薄くしとかないと垂れる可能性が高いですね。まあ、この釉薬はね、わらじろ系なんで意外と垂れないですね。まあ、だから無難に、初心者の方も扱いやすいですね。癖がない釉薬なんで、きっちり、拭いてさえおけば、まあ、ギリギリまで、ついてても垂れないですね。わらじろ系っていうのはね、釉薬作るときに、垂れないような感じで作るんですよね。藁を配合させて基本釉に足して、で、まあ、そのままだと垂れちゃうんだけど、まあ、ちょっとね、あれやこれやするんで、意外と垂れない釉薬がわらじろ系ですね。さあ、こういうふうに拭いて、で、中も拭きましたね、今ね。今、外側の高台も拭いて、中も拭くと。で、これね、中にかかったやつは、もし、美しいなと思ったら拭かないでいいですね。まあ、この場合は、拭いてるんですね。なぜかっていうと、これ、体験さんの作品なんで、要するに僕が美しいと思うのか、体験さんが美しいと思うのか、あ、ちょっと待ってください。これね、今指跡がついてるってことね。指跡は、指でちょんちょんちょん、指でちょんちょんちょん、指でちょんちょんちょんと。親指のとこもちょんちょんちょんと。これで指跡をね、消すわけですね。で、通常は、作家もなんか指跡残しても全然構わないんだけど、こういう他人の作品をかける場合は、意外と、その、かけた人の癖っていうのは出さない方がいいんですね。なんで、釉薬もきっちりと、まあ、丁寧にかけてやるっていうか、まあ、作家も特有のこの荒々しさは、まあ、なるべく排除して、まあ、無難にかけるっていうね。それも、まあ、一つの、まあ、職人技というかテクニックですね。まあ、考えてみてください。自分の作った作品を釉薬かけた人の個性が出ちゃうと、なんかちょっとなぁ、ありますよね。そこまでお願いしてないぞと。俺の作品なんだから普通にやってくれと、普通にやってくれと言いたくなりますよね。
お客さんもね。だからそのお客さんの気持ちを察して、もう作家の癖は出さずに、もう丁寧にやると。これまあ自分の作品だったらね、やりたい放題、指輪とつけようが、バンバンかけようが、で、かけなかったりとかね、暇っつってかかんないところを出したりとか、そういうのももう作家ものだから好き放題やりますけど、こういうね、体験さんの作品やるとき、あ、これ見てください。今、俺、中に釉薬かかって、ここの部分が美しいと思えば残してもいいんだけど、こういう体験さんね、他人のものは残しちゃダメなんですね。もう綺麗にとりあえず拭いて、ね、このかけた人の癖は出さないと。これも、技術なんですね。あ、これで終わったかな？終わりましたね。はい、なかなかご清聴ありがとうございます。陶芸や幸運チャンネルのチャンネル登録をよろしくお願いします。教室では陶芸体験もやっています。詳しくは概要欄をご覧ください。そして陶芸教室の開業運営のコンサルティングをいたします。開業にあたっての知っておいた方が良い知識や長年の経験と実績から得たノウハウの一切をお教えいたします。詳しくは概要欄をご覧ください。